皆さんこんにちは。学会というか、まあ、我々日本というものをですね、学問でこう結局歴史というものをですね、まあ、我々の歴史に取り戻すというか、日本人の歴史に取り戻すという、まあ、戦後の70数年のですね、もう本当に日本を忘れた、まあ、この日本人というか、日本を忘れた日本人という、そういうことがね、やっぱりどんどん、まあ、それをこう歯止めをすることの、やっぱり学問的な栄誉をしないとですね、どうしてもやっぱりこうジャーナリズムだけだと、どうしてもですね、ただこう表面的な宣伝だけの問題になってしまうんで、まあ、その辺をですね、我々は心して、まあ、理事の皆さんのお名前を見てくだされば分かると思うんですが、そういう中核になってですね、学問を変えていこうという、まあ、そういう試みをしているわけです。ですからぜひ皆さんの中でですね、若い学者あるいは若い研究者がですねおられたら、ぜひ、まあ、お声をかけてこちらにできる限り、まあ、集まるというかですね、そうしないと孤立してやるとですね、まだ学会そのものが非常に戦後のレジウムの中の、まあ、私たちはもうすぐ分かるんですけど、思想イデオロギーに染まっているのが気がつかないで、それが本当だというふうに思い込んでいる学者が多いんですね。考え方で自分の専門のとこだけをやれば、まあそれでいいんだという、ですから学者ほどかえってですね、専門バカになっているという、昔だったら学者がですね、多く広くですね、知識を吸収して広い視野で、まあ、学問するっていうのは当たり前なんですけども、それを忘れ始めているというのが、だからもう本当にそれぞれの専門家がいるだけだという。それで大体ですね、大学に歴史を全体を書ける人がいないんですね。ですからみんなやっぱりそれぞれ の時代、それぞれの、まあ、地域、それぞれのこう専門だけでですね、やって事足れる、他のことやるとかえって摩擦が起きるという、まあ、そういうことで残念ながら全体を書くという人がいないんですね。で、私は、まあ 新たにそういう構想で日本の歴史を日々結局資料をしっかりと、新しい資料をもとにですね、まあ、やりたいと思っているんですが、まあ、そういうことに、まあ、賛同される方が多く、まあ、この学会に結集されればいいと思います。さて今北朝鮮問題がですね、非常に重要になってきて、これも我々が歴史という問題で考えるとですね、実を言うとこれ非常に奥深いものがあって、まあ、今そこに矢野先生いらっしゃったんですけど、この前戦略研究会でちょっと私も話してさせていただいたんですが、実を言うとですね、なぜ北朝鮮があれだけ核をに固執するかっていう、まあ、今たまたま、まあ、核をやめるなんていうようなことを言い始めましたけれどもね、まあ、若い金さんがね、しかしやはりですね、これは歴史的に見れば今隠されている歴史があるんですね。これ何かというとですね、日本もですね、実を言うとマンハッタン計画、アメリカと並んで、あるいはドイツもそうですけども、原爆を作るということが、まあ、第二次大戦で非常に重要な課題だったんですね。でやはりどっかが持てば必ずそれがまあ、競争になって、今みたいに核抑止ということが成り立たなくなるわけですね。どっかが持てばもう必ずそれを使うということがあって、どっかがこう犠牲になると。でそれで日本もですね、2つの計画があったわけです。で、まあ、それはご存知のように海軍と陸軍が両方、まあ、イニシアチブを取ってやったわけですが、一つの方がですね、京都大学系の人がの方がほぼですね、ウラン港で
まあ、プルトニウムとウランというのがありますが、まあ、ウランでこうやるということを決めていて、そしてそこでですね、かなりのところまで進んでたんですね。でそれ以後、まあ、皆さん、まあ、日本の原爆計画なんていうのをご覧になって分かるように、まあ、大体書かれている左翼系の人たちが書いたのは、もう日本もそういう野望を持っているけど、残念ながら日本には力がなかった、全くそのそういう実験さえもできないから日本ではですね無理だ、まあ、福島でやろうとしたけどもダメだった、まあ、非常にこう日本の原爆でさえもう力がなかったようなことを言ってるわけですから、全くそうじゃなかったんですね。それ何かというと、北朝鮮ではその頃は日本が並行してましたし、北朝鮮、朝鮮を守るという意味もあったわけですが、朝鮮の江南というところで水力発電を使って日本原爆を作るという計画を着々と進めていましてですね、そして実際にこれはまあ今実を言うと、この情報はもう今2月の段階で北朝鮮の新聞にこれも載ってるんですけど、日本は原爆を実験して成功してたっていうことを書いてるんですね。でこれは非常に重要なことで、それはそしてそれだけじゃなくて、ロシアの新聞も2014年に言ってるわけです。それからやはりまあ、そういう情報がすでにあって、日本はもうすでに原爆を作っていた、それで成功したんだと。それはいつかっていうと8月12日ですね、8月12日だったと。つまり広島や長崎に起きてたたった1週間後あるいは4日後だったという、それが北朝鮮の江南で成功してたと。そうしますとですね、日本の原爆計画というのはある意味では実験まで成功してたという、北朝鮮でやってたということを日本の研究家が全く分からなかったわけですね。でそれを今実を言うと、北朝鮮もそれからロシアも中国もそれを言い始めて、日本は原爆を作ってたということを述べてるんですね。それが全部北朝鮮であった。それで北朝鮮で戦争が終わった後、それを全部ソ連ロシアが取ってったんですね。ですからもうそこのところにあたかもないかのそれを秘密にしていたもんですから、全てがもう日本では伝えられなかった。だから日本の原爆はもう何のあれもなかったっていう本がばっかしを出てるわけです。しかし日本がですね、日本の英知っていうのはそんな程度のものじゃないということをこれではっきり示しているわけで、やはりまあそれは原爆という問題がどうかっていうのはもう私はですね、原爆は必ずしも持つ必要はないと思ってるんですが、しかし今のですね状況は、日本は原爆を持ってると、今実を言うと国際的にはですね、日本は非常に強い核保有国であるという潜在的な評価がされているということ、これを知るべきだと思うんですね。でこういう今はですね、実を言うとイスラエルもそうですけども、あらゆるところは核を持っているか持ってないかを外には示さないで、しかし核を持っているということで威嚇できるというか認識されるという、そういう戦略があるわけですね。私はね、それが今日本がやってることがそれだというふうに思ってるんです。ですから日本はですね、まあ、核を持てなんてはっきり言う必要もないし、やっぱり核戦争っていうのは良くないことですね。戦争っていうのはやっぱり全くするべきじゃない。しかしそれを、日本を守るということに関しては絶対にこれは引けないわけですね。でそういう意味での核というものが役立つならば、それを核を持ってる、いつでも持てるという体制をですね、内外に示しておくということは絶対に必要だと思うんですね。ですから日本はそれだけのね、まあもう中国も分析してますし、まあ皆さんはまあ簡単にプルトニウムがあれだけあればということで認識されている方多いと思うんですが、それだけじゃないんです。あらゆるあれを作るためには様々なですね組織、まあ
簡単に言えばそういうものを作るだけのですね技術と、まあ、能力というものがあるわけで、これは一つ専門用語であるんですけれども、まあ今日はまあ挨拶ですから省きますけども、やはりそういうものを持ってるわけですね。あるいはもう持つことができる、潜在的に持つことができる。ですからそういう意味でですね、日本っていうのは核に関してはイスラエルであるべきだと思うんですね。やるけれどもそれは持たないということを、あるいはそれを一切言わないっていうね。でそういうことが、今の核っていうのはまあ政治の問題ですからね、これは一つの要するにこれはふりをするっていうかですね、この余計な圧力を起こさない。また、だから北朝鮮は非常に頭が悪いわけですよ。あれは作るって言って、別に作るのを黙ってりゃいいわけですよ。それが本当のですね国力というものなんで、これは作るなって言うからですね、それは叩くぞって言われて、今慌ててですね、今も飲んじゃう、そういうですね、こう核をやめるっていうことを言い始めたと、まあおそらく言うだろうと思うんですよね。で今も締め付け、あるいはもう朝鮮に対する、北朝鮮による国際的なですね、もうこれはもう本当に悲鳴を上げてるわけです。だからニコニコしている顔がもううちに帰れば悲鳴を上げてるという、まあ、そういう顔でもあるわけで、まあ、そういうことがわざわざああいうことをやるということ自体が非常に、まあ、頭が悪いというとあれですけれども、国際的にですね、このやはり日本的な方法でいくべきだと。でその代わりやっぱり日本もですね、そういうことをやる、まあ、ある意味での覚悟を持たないといけないだろうと思うんですね。まあこういうことは本当はもっといろんな、さっきのですね事実っていうのはもっとはっきりと様々な日本のやってることと北朝鮮でどうだったかっていう問題と、それから各国の評価、各国のそれがもう認めてる。だから日本だけがですね、そのことが問題になってないんです。日本が原爆を成功したということが日本だけは話題にされてないということですね。このことがやっぱり、まあ、日本の、まあ、ある意味でのマスコミの欠陥だし、学問の欠陥であると思うんですが、まあ、それについてはまたお話したいと思います。じゃあどうもありがとうございました。